第44次長期滞在は国際宇宙ステーションへの44回目の長期滞在である。2015年6月11日にソユーズトマ -15M で第42、43次長期滞在クルーが地球に帰還してから始まり、2015年9月11日にソユーズトマ -16M が ISS から出発するまで続いた。なお、 2015年9月4日にソユーズトマ -18M によって、アンドレアス・モーゲンセン、アイディン・アイムベトフ、ボルコフが ISS に到着しており、ソユーズトマ -16M で、パダルカ、モーゲンセン、アイムベトフが地球に帰還するまでの間、ISS は9人が滞在している状態になった。もともと、ユーリ・ロンチャコフが第43次長期滞在で、 第3フライトエンジニアを務めた後、第44次長期滞在で船長になる予定であったが、彼は2013年9月6日に、ロシア連邦宇宙局を退職している。2015年7月、ケリーとリンドグレンは、初めて完全に宇宙で育てられた野菜を食した、アメリカ人になった。日本のコウノトリ5号機は、ISS による捕獲を、ユイカメミヤが、コウノトリの完成を、 ジャクサのつくば宇宙センターが NASA のヒューストンでの更新チーム代表に若田光一が加わり日本チームでの捕獲となった。ありがとうございます。